ストリートファイター 2V は TV ゲームスーパーストリートファイターアックスを原作としたテレビアニメ作品。1995年4月10日から同年11月27日まで毎週月曜日19時から19時30分の時間帯において読売テレビ放送を制作局に日本テレビ系列で放送された。全29話。1990年代の 対戦が高くゲームブームを背景にアニメ化。前年1994年には劇場版アニメのストリートファイター2ムービーが公開されている。ただし本作はストリートファイター2ムービーとはストーリーが全く異なる。主題歌のプロデュースをアスカが担当するなどの話題性もあった。本作は原作とはキャラクターのビジュアルや設定が異なる。 時代設定は、原作が1991年であるのに対して、本作は、作品発表年である1995年であり、竜、剣、春霊といったキャラクターの年齢も違う。また、エドモンド・ホンダ、ブランカ、サンダー・ホーク、DJ は登場しない。ストーリーには関わらないが、豪気がモブキャラクターに混じって背景に登場している。なお、この作品が、 日本テレビ系列で放送された最後のグループタック制作アニメとなった。本作終了後、同局の全国ネット放送においては、逆転裁判所の真実、意義あり。まで、約20年半の間、コンピューターゲーム原作のアニメは放送されていなかった。日本の南西諸島の中にある海区内島で、木こりの手伝いをして暮らす竜のもとに、ある日、アメリカに住む友人、 ケンからアメリカに来いとだけ書かれた手紙が届く。リュウは生まれて初めて飛行機に乗りサンフランシスコでケンと再会する。現地の酒場でアメリカ軍人と戦って勝利する二人だったが新たに現れた軍人ガイルに敗北を喫する。無名でも強い格闘家がいることを知ったリュウとケンは自分たちのおごりを反省し武者修行の旅に出るのだった。修行の最初の地。 香港では、ツアーガイドをしている春霊と出会い、親しくなる。二人は無法地帯と化している、九龍場で、チャイニーズマフィアを相手に戦ったり、アクションスターのフェイロンと戦うなどして、腕を磨いていく。そして偶然出会った老霊の武術家に、武術の才を見出された竜は、究極の武術、波動拳の存在を教わる。春霊の父親である、インターポール捜査官のドースバルが、 麻薬密輸組織、アシュラの標的にされ、春麗が誘拐されそうになるが、竜と剣の活躍により、未遂に終わる。ドースバルの道場を襲撃した、アシュラの刺客たちも、竜たちの火星で逃げた一人を除きすべて倒された。香港を後にした二人は、ドースバルに協力するためタイへ向かうが、到着直後の空港で以前逃げた、アシュラの残党の司会しに会い、竜は、 無実の罪で投獄される。刑務所で手洗い歓迎を受ける竜であったが、獄中の支配者であるサガットと真剣勝負をすることで格闘家として認められていく。その後、竜を罠にはめた犯人は、剣の活躍によって捕らえられたのだった。アシュラが壊滅したことで釈放されたサガットから、インドに波動の達人がいることを聞かされた二人は、インドの修行像、ダルシムのもとへと向かう。 当初は相手にされなかった二人であったが、村人たちを盗賊団から助けたことで修行することを認められた。竜は波動拳を放つことに成功するが、力を完全にコントロールすることは叶わず、さらなる修行が必要であることを痛感する。アシュラの壊滅に功を成した二人は、その表彰のためスペインへ向かい、同じく功績のあったドースバルに同行していたシュンレイと再会する。 現地で舞踏会に招待され、会場のマリア・イザベラ城に赴く県と春霊であったが、そこは巨大犯罪神事系とシャドルーが運営する地下、闘技場であった。シャドルーの一員であるバルログの計略により、招待前に密かに薬を盛られていた春霊は、正気を失い、県はバルログとの戦いを強いられる。辛くもバルログを退け、 春麗を正気に戻すことに成功した剣であったが、シャドリューに睡眠薬を打たれて、意識を失ってしまう。春麗は姿を現したシャドリューの総帥ベガに抵抗するが、まるで歯が立たず二人とも囚われのみとなってしまう。同じ頃、海辺で波動の修行を続けていたリューも、波動の力に目をつけたベガの差し金によって拉致される。スペインに集うインターポールの面々は、 アシュラを裏で操っていたシャドルーの本格的な壊滅に動き出すこととなり、そのリーダーにドースバルが抜擢される。インターポールに潜り込んでいたシャドルーのスパイバイソンは作戦を妨害するため政府が極秘に雇っている殺し屋のキャミーにドースバルが犯罪組織と通じていると嘘を吹き込み、ドースバルの元へ差し向ける。キャミーの手によってドースバルは暗殺されかけ、 一命は取り留めたものの意識不明の重体となる。ドースバルへの襲撃を不信がった上司のバーラクは、師匠が死んだと思い込み病院に飛んできたフェイロンと協力して、バイソンが敵のスパイであることを突き止めた。キャミーは、ドースバルを守ろうとするフェイロンとの交戦中に、フェイロンとバイソンのドースバルに関する発言に食い違いがあることに疑問を抱き、フェイロンの協力で、バイソンが 自分に嘘を吹き込んでいたことを知った。怒ったキャミーは、バイソンを半殺しにして、姿を消した。ベガは、闘技場でケンとバルログの戦いを観戦していた時に、ケンの血筋が、マスターズ財閥だと知り、ケンの父親であるマスターズに莫大な額の、身の代金を要求する。マスターズは CIA に助けを求め、特殊工作員のガイルとその親友ナッシュが、研究室の任務に就いた。 シャドルーの要塞に潜入したガイルとナッシュは要塞内で二手に分かれた道を別々に進むことになる。先にベガに遭遇したナッシュはベガの操るサイコパワーの前になす術もなく首を絞められて絶命する。駆けつけたガイルは親友の死に起こりベガへ突進するが一周され、さらにサイバーチップを埋め込まれてベガの操り人形と化した春霊が立ちはだかる。 目が覚めた剣は、シャドル要塞で体を拘束され囚われていた。剣は気を練ることで波動の力を加えた、新たな昇竜剣、波動昇竜を体得すると、拘束後を破壊して部屋を抜け、仲間たちを懸命に探し回った。剣の元に待ち受けていたのは、額にサイバーチップを埋め込まれた竜であった。剣は、親友の体を気遣って手が出せないでいたが、 竜が波動を練り出したことで覚悟を決め、波動小竜を放つ。二人の波動がぶつかり合ってできた巨大な衝撃波を、その身に浴びた竜は、サイバーチップが額から剥がれ落ちて正気に戻った。竜と剣の下に現れたベガは二人を、すべての力の源と称する異空間に引きずり込み、優れた波動の使い手である二人をシャドルへ誘うが、二人は、即座に要求を突っぱねる。 誘いを断ったリュウと剣が自分の野望の邪魔になると判断したベガは二人を抹殺するべくサイコパワーを振るい二人を圧倒する。ベガの攻撃を食らって何度も倒れては立ち上がるリュウと剣。ベガはとどめを刺そうと必殺のサイコクラッシャーを放つが、剣の渾身の波動小竜に相殺される。二つの巨大な木がぶつかり合ったことで、 サイバーチップの制御装置が異常をきたし、春麗も正気に戻る。波動昇竜を放って聖魂使い果たした剣の思いを受け取った竜は波動昇竜を受けてダメージの残るベガに次々に拳を叩き込み、最後に波動剣を放ってベガを撃破した。同時にベガのパートナーであるワシの石像イーグルヘッドも破壊された。戦いが終わった後、 ケンは誘拐のことで父親に迷惑をかけたことから一度故郷へ戻ることにする。竜は自分の求めていた強さを改めて見つめ直し、再度修行の旅に向かう。二人は今度会うときはもう少しましな格闘家になっていようと誓いの拳を交わし、それぞれ違う道を歩むことになるのであった。風吹いてる今明日のために暗いロンリーベビー放送当時。 アミューズソフトエンタテインメントより VHS LD が全14巻発売されたが現在絶版。2009年7月15日に TY エンタテインメントより DVD ボックスが発売。ありがとうございます。